タカラトミー、機関車トーマスシリーズプラレールジェームスのご紹介です。こちらは機関車ジェームスと石炭車、あとこれ貨物が一つついております。で、こちらのスイッチで、操作するようになっております。でこちらが、説明書になります。このジェームスの方に電池を入れて、あとこちらの、スイッチで走行ができるようになっておりますので、ぜひこちらで遊んでみてください。